さあさまああの目標もねあの、はい、達成できちゃったというかしたじゃないですか、素晴らしいことだと思うんですけど、いやいやいや、ドリルをされただけですか。それでできたら僕も、ね、商売になるぐらいすごい、すごい急成長 で、はい、であの本当に動きも変わって、やっぱ実際ボールも変わってきたし、はい、あのスコアとしての数字もね、あのゴルフってまあ分かりやすいじゃないですか、はい、でそれがちゃんと70代が出せたっていうことじゃないですか。で、まあ、本当に目標としては100点満点なのかなと僕は思うんですけど、はい、で、あとこれから先、あの今後、まあ、もっともっと今の実力で満足しないで、はいはい、もうちょっとこう上を目指していくみたいな目標設定みたいなのはもう作らないんですか。いやもう全然あのめっちゃありますめっちゃあります、めっちゃあります、はい、あのやっぱりその70代出たっていうので周りのその反響すごかったんですよ。あインスタグラムで上げてるんですか。で、普段もそのままコメントの中には、いやもうタイさんのおかげです。いやいやいや、やめてください、やめてください。あるんですけど、やっぱ、まあ、こうみんなにこう知られちゃったんで、うん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 、やっぱ70代出たことあるっていうとすごくうまいって思われるんですよ。なのでなのでなんかもうその日はショットが良かったんで、うんうんうん、なんかそのあんまりこうストレスなく、はい、あのなんかアプローチモードがカラーからとか、うんうんうん、パターって大体その、まあ、乗ってくれてたんで、うんうん、まあ、パターできて、うん、でもやっぱりちょっとあの乗らない時とかはパーが危ないんで、やっぱり私怖がるとやっぱ、うん、もっとこう、うん、あのすごくいいさすがだなと思います。ただ回って、はい、70代が出ましたじゃなくて、あのこれから先安定運用させるためのゴルフをちゃんとこう分析なさってて、でおっしゃる通りゴルファーってプロゴルファーでもあのパーオンする確率って考えていくと乗らない選手って5、6割っていう人も全然いるし、まあ、優勝争いとかすると本当7、8割とかで上がってくるんですけど、あの大体本当6割から7割ぐらいがもう全然普通なんですよ。つまり3、4割はもうほとんどみんな乗らないんですよね。で乗らない時に必ずそれをパーで拾っていくっていうこと、そのためのまず一つとしてはもちろんアプローチの打ち方の、まあ基本の打ち方、それからこういうバージョンの時はこういう風に打った方がよりやすいよねっていう、いわゆる引き出しですよね、はい、技術の引き出し技ので、それとまた別でもう一個はそこの例えばコースのあここに打っちゃ寄らないだろうなっていういわゆるマネージメント。で基本的に僕あの初めのうちはコースをこう4分割で考えていって、うん、右手前右左手前右奥左奥というふうにして、どこが一番そのホールで危ないところなのか、いわゆる寄りづらいところなんだろうと、それを一応保険をかけて必ず回っていきましょうねというお伝えをするんですけれど、そういうマネージメント能力と先ほど言った技術、それを重ねてあの同時にできてくるとやっぱりスコアっていうのは安定してくるんじゃないかなと思います。だとしたらすごく僕もそういう向上心すごい好きなんで、やっぱりそのアプローチとか、あとコア、まあ、いわゆるパターですよね、はい、っていうところをあのちょっと次からちゃんと集中してやっていきたいなというふうに思いますけど、はい、それでもよろしいですか。アプローチとバンカーにバンカーにそのセカンドライトだったらあちょっとボギー確率高いなっていうのがちょっとあるんで、こうバンカーからでもなんかそんなに苦手意識はないんですけど寄せれると思ってはいないんで、まあまあ3オン2パットでまあいいのかなぐらいでしかできないんで、バンカーももうちょっとなんかこう上手くないかな、あのバンカーに入ってもああのパーが取れる確率っていうのを上げていくってことですね。入っちゃうとアボギーなんじゃないかなっていうふうに思っちゃうから、その気持ちもちょっと嫌ですよね、はい、そういうふうに思っちゃう。わかりました。じゃあちょっとそこら辺をひっくるめて、いわゆるもう平均で、70代を切れるぐらいのゴルフまでの70代を切れるぐらい80代を切れるぐらいすいません、80代を切れるぐらいのゴルフってことですよね。そうですね、そのぐらいってことですね、結局ね。いやそれいけたらもうなんか、もう言うことないですちょっと頑張りましょう、はいはい、そこに向けて、はい、あの過酷な練習が始まるかもしれません、はい、でも好きなんで練習、はい、じゃあよろしくお願いします。その後もすごいやりづらい練習を続けてみます。それがでも挟んだまんまでクッていかないとダメと思います。ストップストップ、これでもうショックラムを飛ばして
そう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 。ガチガチガチ。ここにすごい来るんです。そう、あの張ってくるから、ものすごい外ってくる。なんか私今までゴルフって、こっちはなんかまあここでなんかだけど、こっち側って全然なんか触ってるかな。うん、はい。じゃあ今日はフィニッシュで使うんですね。そう、立ってるから一番伸びますからね、そこはね。ここの腹斜筋が。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。